僕ゴールデン街で飲んでたら女の子をこう引っ張ってる人がいて、そしたら俺何仕事してきたんだと思って、じゃあそれに乗っかってるのは森下愛子さんなんですよ。楽しくてワンルームに14匹買ってたんですよ。いや14匹買ったわけじゃないですよ、うん、突然生まれて14匹になったんですよ。ああ、なるね、なるね。びっくりしました。一緒に同棲した女の子がなんか違うところからなんか買ってもらってきて、それがあのオスメスだったので急に生まれて。うわー驚いた。はい、とTチャンネル用意スタート。バーどうもタッチです。先週に続いて、今回もね、あの、ブッチャー TV さんとのコラボのトークをお伝えしようと思います。まあ、ブッチャーさんっていうのは、あの、ブッチャーブラザーズっていう、あの、漫才のコンビのね、傍らなんですけども、もうあの、サンミュージックの、あの、重鎮でございます。まあ、喋り出したらね、止まんない二人なんで、30分くらいで終わるつもりが3時間くらいかけて撮ったんで、もしかしたらもう一回ぐらい繋がるかなっていうぐらいの量で、これはもう編集のシックスカツさんにお任せなんですけども、コラボトーク第2弾。どうぞ。すごい、浪人してる時にちょうど、もう、陣役戦いが、もうそれ全部取り終わったんですけど、教授会館って京都の一条神宮があって、はい、一挙五部作って言って、うん、なんか陣営戦い五部作全部やるって言って、もうお弁当っていうか自分に作ったおにぎりみたいなのを3つぐらい持って、あの全部回して10本見たことあります、2本ずつすごい、丸一日深夜あのオールナイトの朝まで10本見たらもう頭フローラーかけてだから、あの映画の中では文太さんの入れ墨って出てこないんだけど、はい、あのポスターでさ、田中にあの恋の入れ墨が、はい、あります、あれも本物見たことあるよ。だからへぇー、すごい美濃さんの、はいはい、あんな立派なんじゃなかった。あの、最後のわしはもう、あの、脳を置いて、なんか最後にあの、山盛りの親子の代わりにあの刑務所入るからって、うん、女の人抱いてる時の恋の入れ墨のやつ、ありました、ありました。いや、映画、テレビで見ました。あ、違う、テレビやって、映画で見ました。いや、あの、偶然ですけど、僕ゴールデン街で飲んでたら、なんかあのああいうこれあのプラスチックのソリみたいなのあるんじゃないですか、上、はいはい、のあれで女の子をこう引っ張ってる人がいて、何やってんの、雪も何も塗ってないですよ、何もないのに、そしたら俺何仕事してきたんだと思って、うん、それに乗っかってるのが森下愛子さんなんですよ。多分それスタートの多分まあその前なのか後で、前ってことないでしょ、後かなんかで流れるのか分かりませんけど、これでもう一人おじさんみたいな人が、こんな一生懸命押してたおじさんじゃない、ちょっとおじさんっぽかったんですけど、で、なんか行って、店行ったら、偶然同じところに入ってきて、僕の知ってる店のところに、そしたら長嶋俊之さんと森下愛子さんと、それ C.W. ニコルさんっていう人だったんですけど、あの、わかります?冒険家みたいな人。3人が入ってこられて、なんか一緒に飲んだ記憶が1回だけありまして、はい、すげえ、ええー、と思って、ほんで、あ、見たら長嶋さんですよねって、はいって言われて、あ、そう、森下愛子さんだと思って、結構びっくりしました、あの時は。あのね、長嶋さんとの縁はね、変な縁がいっぱいあってね、野球教の歌っていう、あれで閻魔大吉っていう、はい、あの水原裕貴、あの木の内みどりさん、はい、今、作りました。あれ、どちらさんも続いてられましたね、ゆうくん。で、やってて。はい、で、僕はサッカー部のキャプテンの役やってた、はいはい、で、現場で野球部がいっぱいあるからキャッチボールしてたら、はいはい、長嶋慎二さん、はい、原作者が近いときさ、はい、君左利き、はいはい、次、東映でさ、はい、ドカバイやるんだけど、はい、どう野球部の方面白い、あの、あの何でしたっけ、あの、ほら、主演の方木の内みどりさん、あの人もサウスポーじゃないですか。いやいや、あれは違うんですか、あれはサウスポーのシーンは、そして あ、そうなんですか。今や竹中直人、はいはい、奥さんですよね。トリオさんってそのどっかで所属とかされてたんですか、一時は。全然。どこにも。いっぺんもう50。いや、今年デビューからずっとですか。もう50年目だけど、それは例えばほら、ご一緒した時は、はい、新宿コマの舞台みたいな、はいはい、あの時は、だから菊池雄一さんと立ち上げて、菊池研究会の、はいはい、で、舞台をやった時に菊池研究会の人が来てて、はい、なんか仲良くなっちゃって、で、チャンバラ教えてくださいよ、はい、お、じゃあ稽古場来いよって言って、はい、やってるうちに、おい、お前、来週暇かと思って、はい、じゃあ、どこどこ来いって、まだ三船プロで、ほら、時代劇取った頃だから、そうですね、はい、だから、ジャンプができるから、どっか急に行ってくれってみたいな形になるわけです。で、柔道やったから、受け身できたわけよ、はまりって、水にはまったら、ね、あのよくやらされてて、で、普通、切られ役って、大柄の人間ってダメなのよ、何べんも切られなきゃいけないから、悪目立ちますもんね。ところが逆に菊池の頭は
だから面白いんじゃないかって。へえ。だからその普通の先輩たちは古文やって、はい、要は台無しみたいな感じで、でお前一応出しゃりできるもんね。トジョさん身長いくつあるんですか？170、今はもう5ぐらいかな。今ってことはちょっと死んだ。2センチぐらい。あ、僕もこの前あの今日この検診行ったら 1.5 センチ死んでました。163だったはずが 161.5 センチ。って、それ 1.5 死んでました。なんであれどんどんずっと死んでました。やっぱり死ぬんだって。死ぬんです。トンネルズがね、2人ともでかくて、うん、トンネルズ乗りたけ小さい方とかみんな言われてるんですけど、179あるんですよ、あいつ。あ、そうなんですか。そう、高垣は183あって、179って4センチぐらいしか変わらないのに、みんな小さい方って言うんですけど、いや、全然でっかいんですよ。それだけもすごい大きいんですよ。あとほぼ180なんですから大きいに決まってるじゃないですか。なのに小さいものとか言われてるんですよ。びっくりですよ。あ、トンネルさんはあのなんだっけ、あの一番売れてる頃にさ、はい、バラエティやってない、はいはい、あれにイルトミカキに毎日言ってたの。 あ、そうですか、はい、トンネルの映像にも変わるとかあるんですか。そうです。あ、すげえ。それが乗りたけさんが言いかけたことになる、はいはい、で思いつきで現場で言うから、はい、はいってそれ書いてあげなきゃいけない。なりたいのっていうことを勝手に言うんですか。だからシナリオでは、はい、パンダの絵だったら、はいはいはい、これクマの方が面白いんじゃないかとか言うわけよ。急に言うんですか。そうそうそう。これお前モリさんに頼んだら殺されるぞ。モリ製造さんというお前すごいもうね、今日だよね。まだお元気なんだって。あ、そうなんですか。2、3日前にね、今モリさんの展覧会みたいなのやってるんですよ。東北市役で行きたかったんだけど、ちょっとこっち仕事なんです。僕もお会いしてみたいですか。その東映があの映画をもらった時に、あの楽屋劇団の三遊亭って役あるじゃないですか、はい、あそこ あの店主みたいなのをやらされてましたね。なんか無理や。やっぱりああいうものの、そのなんていうか、書くパターンみたいな、やっぱりそのなんとかえみたいな、さっきなんとかごめんっておっしゃいましたけど、うん、だからそういうのあるんですよ。それよく言われるんだけど、はい、入れ墨っていうのは絵を描く技術の人なんですよ、はい、だから例えばなんだろうね、T シャツのミッキーマウスの T シャツがありますか、と入れ墨のミッキーマウスもあっていいわけよ。ね、で子供がクレヨンで描いたミッキーマウスもあっていいわけよ。だから何でも入れ墨はできるわけですよ。ああ、やろうと思えばね。そう、マジックで描くのと一緒だから。ただ一生背負わなきゃいけないということと、あとはそのいかに入れ墨っぽく見せるかという技術があるわけですよ。だから例えば上り竜だとかね、はい、あと何だろう、不動明王とか、ね、はい、誰が書いてあって、はい、そこそこ入れ墨に見える、はい、そう、やっぱりその時代時代の流行りみたいなものもあるんですか。あります。やっぱりで、そうじゃないものを入れ墨っぽく書くのが大変なの。ああ、そうか。何でもないようなものってことですね。でね、シナリオライターってね、はい、いい加減なこと書くんです、シナリオで、はい、でね、もう忘れもしないパチンカ並みっていう文章があって、はいはい、背中にパチンコ台の入れ墨入れてるんだ。そのパチンコ台で、あの37ってあったじゃないですか。37の左右が揃ってて真ん中が揃ってないから入れ墨をしようと思う。でその入れ墨が来て、お前これはお前霞線頼んだら殺されるぞって言いながら、まあデザインしてやっぱり請求出したら高いって言うんだよ。何が高いんだバカ野郎、これはうちの成果だから、はい、いやだからさ、あんな簡単ないなんだから安くしろって。簡単ないって言ってる話ですね。お前ね、今ここで俺はここに空石を書かれてるんだ、すぐマジック持ってきて書いてある、ぶっつけで、はい、このパチンコ台のデザインするのに2日かかったら逆に難しいんですよね。そうそう、パチンコなんか専門誌みたいな、あれ買ってきて、パチンコ台じゃどういうことかから調べて。そうか、だから確かにそのなんですか、その体だから下絵とかはかかりませんけど、その書く前に一応はやっぱりこう下絵みたいなものは自分で書く。いや、あの普通の絵だったらいらない。ああ、もう決まり、その空地下とか、その不動明王じゃないですけど、そういうのはいらないですか。ああ、とか、その要するに やったことないようなものって言われたら、パンダの入れ墨とか言われたら、だってそんなものないわけですもんね、本当は、だからそういうのは調べるから、はい、本当は割り箸にならない、まあ、むしろ面倒くさいってことですよね。大体そういうものを書くね、ひねりはなんでこいつがバカなんだよ。そりゃそうですよね。しかもなんでそんなパチンカーなのにちゃんと37になってないやつを背負ってるって、すごいなんかそれよくわからないですけど、そうだからそういうのがシナリオライターなんですよ。なんかやりたがるのシナリオライターって。世の中は私を猫作家にしようと。いやまあね、猫を飼ってらっしゃる人お好きですからね。私も猫付き合ってずっと、はい、あ、そうなんですか。飼ってました。あ、やって僕
結構有名で、あの爆笑問題の田中君とかもよくそんな話、内田さんの猫好きって、結構若手にダメ出してて、お前こんなんだよ、ほんとだって言った時に急にやーって言われたら、あー猫ちゃんって全然変わるっていう有名だったんですけど、何しろね、ワンルームに14匹飼ってたんですよ。いや14匹飼ったわけじゃないですよ、突然生まれて14匹になったんですよ。あのね、びっくりしました。1匹しか飼ってなかったんですけど、一緒に同棲した女の子がなんか違うところからなんか買ってもらっていて、それがあのオスメスだったみたいで急に生まれて、でもういやもうこれもうやめようねって言って 4匹してたんですけど、去勢否認してなかったら、いっぺんになんか4匹となんか5匹とか生まれちゃって、それで10匹な、もうびっくりしました。あれ危ないですね。うちはね、うちの前の路地を根城にしてた猫がいたの、はい、でご近所のアイドルだったんでね、何を気に入ったか、うちに入りたいわけ。おお、入ってもいいよって開けたら、タタタタタタタって入ってて、うん、私ここに住んでるすごい、何か居心地が良かったんですよね。でもだってこれ猫って家に作ってるじゃないですか、やっぱり気に入った家だったんですよ。そのまぜその一匹目が死んだら、はい、次がすぐに来るから、うん、なんでって猫同士のなんかね連絡も見てるらしくて、あのお宅猫さんがお亡くなりになってたんですけど、月に飼われるご予定はっていうのが来るよ、るんですか、人間が連れてくるの、気持ちが猫同士でって、あ猫で飼うような感じがあるんですか。いやなんかあるらしいよ。すごい、ものすごいですね。で猫は9回生まれ変わると人間に戻れるっていう、えそんな言い伝えみたいなのもあるんですか、うん、海外ね、でいっぺん天国行くと毛皮を着替えて違う柄になってまた同じ飼い主さんのところに行くということで、まあ取り留めもない話をうだうだとやっておりますが、あもしかしたらもう一週ぐらい続くかなという感じもありますが、とりあえず今回はここまででございます。ということで、トッティチャンネル To be continued、アイトッチチャンネル OK! また来週。うわぁ、驚いた。